はい、皆さんおはようございます。ツツジが咲いてきました。で、カラスを今映してましたね。雨がねずっと続いてるんで、ぐっちょぐちょぐっちょぐちょです。ぐっちょぐちょぐっちゃぐちゃのぐっちょぐちょになってます。地面が、ニワトリとかヤギが歩くたんびに地面がぶっ潰れて崩れていってしまっています。で、まあ最近田植えに行ってるので家にいなくて、昨日もね家にいなかったんですけど、なんか卵のお客さんが来てたみたいなんですけど、お母さんいるっていう話をもねしてたみたいなんですけど、あ、いないみたいな。いやーねー、綺麗でしょこれ。ずっと雨なんですよ、ずっと雨、ずっと雨で、まあ商工祭の時は、商工班は商工祭の前は雨降る予定にはなってるけど、しかしもう今年の田植えはずっと雨だと思って、まあ暑くなくていいんですけど、暑い通り越しても寒いですね。今日は最低気温1度で最高気温8度だそうです。寒っ。昨日はねもう田植え終わる頃になったらもう吐く息が白くて、いや寒っと思って風邪ひいちゃいます。てか、なんか友達がなんか編み傘だけを見つけたとか食べたとかいう投稿してたんで、編み傘だけを自分もね食べてみたいと思って、こういう湿気てる時にはそこら辺に生えてるはずと思って来たんですが、ないかな。なかったらまあ違うとこ移すからいいんだけど、てかそもそもどこにあるキノコなの、編み傘だけって。調べてなかった、編み傘だけ。まあ昨日はねちょっと、あ、夜になんか多分熱が上がってると思って超あったかい風呂に入って、超あったかくしたお布団の中でぬくぬくしてました、8時ぐらいから。で、まあ起きて、あ、なんか調子いいと思って起きて、またまた今日もまた頑張ろうと思ってね起きましたよ。まあ大抵ね自分風邪ひいたら一晩で治ります。温めると一晩で治ります。昨日なんか釣ったあの投稿見てたらね、あのコロナは薬じゃ治んないじゃんみたいな、普通の風邪ってお医者さんに言われやくて、みんなコロナだよ、大丈夫大丈夫みたいなこと言われて、何の投稿だ、おすすめに出てきたのかな。んで、コロナだったら治んないじゃんみたいな、はあ、そうか、そういう考えなのかと思って、コロナ、あのお医者さんが言うには、それはコロナっていうのはインフルエンザ AB でも出るし、なんかいろんなものでも出るから、何でもコロナだよ、PCR 検査だって言ってるにもかかわらず、この投稿だと、コロナだったらやばいじゃんみたいな感じにねなってたんですよね。これ何なんだろう。で、自分的にはそういう捉え方もねあるんだなって、みんなコロナだよやばいじゃんみたいな感じの捉え方もあるんだなと思って、自分だったらね何でもかんでもヤギもツチノコもコロナが出るんで、何でもコロナだねって言いたいけど、そうはね捉えない人がねいるんですね。難しいですねって風邪ひいてちょっと熱出たぐらいで38度あるって言ってね、38度あったらいいじゃんね、ガンに、ガン細胞を死滅するじゃん、あ、40度か、
で肩こりとか腰痛とかも取れるじゃんね、高温になったら。むしろわざと高温にするわって。わざとね、あったかいお風呂に入りに行くでしょう。あー、たまったーって、体冷えちゃったらがんになるからね。あー、それだもんね。なんでしょうか、あの気持ち悪さというか、あのツイッターの気持ち悪さ、すごいな。あ、チクロ行け、チクロ行け、早いよ、ここチクロはね、登っていこうとしてます。チクロ無理だよ、チクロはカラスを捕まえたいようです。まあそんなんでね、アミガサダケは見つかりません。それよりゆめちゃんが起きちゃう。ゆめちゃんいつもなんか3時から3時半の間にね、起きてね、徘徊してね、また寝るんですよね。30分間こうぐるぐる回ってハイハイしながら布団の上を。いやいや、ゆめちゃん動画起きてる、いない、あ、落ちてる、目撃、やばい、ゆめちゃん、やばい、ベッドから落ちてる、しかも泣いてない、まあいい、ちょっと助けに行かないと。もうそんなんで泣いてないからいいんですけど、あんな感じでベッドから3つ持ちちゃいます。なんとかしなきゃ。まあそんなかんなでアミガサだけ食べてみたかったです。いや、捉え方がね、いっぱいあるんだなぁと思いますよね。さてさて、何食べようかな、朝ごはんに。サラダ、ゆめちゃんなんか泣いてなさそうだからほったらかしといて、いて、皆さんは熱で出た時どうですかね。あ、一旦ご飯食べた、一旦のご飯もちょっとサラダ菜でも食べて、ちょっとアイスプラントでも食べて、小松菜超いっぱいあるから10回でも持ってってあげようかな。よし、こんな感じで終わりたいと思います。バイバイ。